U18 欧州陸上選手権大会で生まれた怠慢マン走行が話題を集めている。男子200メートル予選で英国選手が独走するもラスト50メートルほどでスピードを緩め、後続に逆転されまさかの4位で準決勝進出を逃した。海外ファンからは、傲慢だ、鼻をへし折られたと困惑の声が上げられている。動画、傲慢だ、鼻をへし折られた、200メートル A 選手が独走。 対マン走行でまさかの4位敗退した実際の映像スロバキアのバンスカービストリザで現地19日に行われた男子200メートル予選第4組6レーンのジェイク・オデイ上段イギリスはスタートとともに勢いよく飛び出したぐんぐんと後続を引き離し直線に入ると独走残り50メートルほどで一気にスピードを落としたがフィニッシュ前に後続に追いつかれまさかの4位 準決勝進出を逃した。欧州陸上競技連盟、エアー、公式 X は、バンスカー・ビストリザで価値ある教訓。こんなに早く減速するな、と文面に記して実際の映像を公開。300万回再生を超える大反響を集め、海外ファンからは、傲慢だ、鼻をへし折られた、減速というより止まってるな、なぜだ、自身を誰だと思ってるんだ。 なんてこったと驚きの声が寄せられている。a a 放送、スカイニュース、はエアーが伝えたオデ冗談のレース後のコメントを紹介。大丈夫だ。自分のせいだから自分が悲しむだけだ。それが現実だ。感触は良かった。最速ではなかったが、感触は良かった。私はただここにいる。今大会における最初のレースだ。 足が痛いとかそういったことは何もないと不詳などではなかったと説明していた。